はい、福岡市の慢性腰痛専門整体院婦科副院長の松尾直樹です。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございます。それでは今日もですね、腰痛を治すためのヒントや腰痛で悩んでらっしゃるあんたにお届けできればと思います。はい、僕はですね、最近畳が好きだなっていうふうに思います。はい、まあ、あの和食屋さんに行った時にですね、多分新品の畳だったと思うんですけども、まあ、いい香りがして、あ、日本人って素晴らしいなというふうに感じました。はい、ということで本題に入っていこうと思うんですけども、今日はですね、立ってると腰が痛くなる方の原因だったりストレッチ方法をお伝えできればと思います。はい、まあ、あなたはこういった経験ないでしょうか。例えばお買い物をしてる時に腰が痛くなってきたなとか、あるいはですね、こう物をなんか販売してる時に、これいかがですかって言ってるとだんだん腰が痛くなってくるとか、工場で立ち仕事でこうやってると腰が痛くなってくるとかですね、まあ、そういった経験あると思うんですけど、じゃあそれに対して電気を腰に当ててみたりとかマッサージをしてみたりしたけどどうでしたでしょうか。はい、まあ、変わらない、あるいはその場は変わってもですね、戻るっていう症状が起きると思います。で、それなぜなのかっていうと、腰が痛いのはあくまでも結果論であって、原因っていうのは違うところにあることの方が多いんですよね。はい、で、そういったじゃあですね、立ってる時の腰痛の原因じゃあどこなのかっていうと、こちらですね、はい、大腰筋っていうですね、この青く光ってる筋肉あると思うんですけど、この大腰筋っていうお腹の奥深くの筋肉がですね、原因です。はい、まあ、私たちの体でいうと、まあ、大体このおへそのちょっと上ぐらいからですね、こういうふうに股関節の内側まで走ってる、まあ、背骨の方に近いですね、お腹の筋肉になってきます。で、この筋肉は日頃ですね、何してくれてるのかっていうと、まあ、こういうふうに股関節を曲げてくれたりとか、ちょっと外に開いてくれたりとか、まあ、外旋といって外に ひねってくれたりとかですね、はい、まあ、こういった作用を持ってると思います。はい、なのでもしね、あなたがこの筋肉が原因なのであれば、まあ、腰が痛くなったってなった時にですね、こう前かがみだったりとか、椅子に座ってあげるとか、しゃがみこぶとかですね、そういったことをしてあげると多分楽になるんじゃないかなというふうに思います。そういった人はですね、実はこのお腹の筋肉が原因です。はい、じゃあなんでなのかっていうと、もう一回言うとですね、この筋肉っていうのはこういうふうにですね、曲げたりとかこういうふうにしてくれる筋肉です。で、筋肉っていうのは、まあ、縮めてあげる、緩めてあげる状態ですね、ってしてあげると痛みっていうのは、まあ、消失するわけなんですよ。なのでずっと立ってるとですね、腰がきつくなってくると、ここがもし原因なのであれば、座る動作っていうのはこれがたわんだ状態なので、まあ、腰が楽になってくるわけなんですよね。はい、でもあなたは仕事をやってるからそういうわけにはいかない、あるいは お買い物をしてるから座るわけにはいかないわけじゃないですか。そうなってくるとね、筋肉どうなってくるかっていうと、もうきつい、きついんだよ、たわみたいんだよってなっても、自分が買い物だったり立ち仕事をしてると、だん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 ね、こうやって反り腰を作ろうとします。はい、まあ、なんでかっていうと、立っとかないといけないので、この下の部分はロックがかかるんですよね。でももうしんどい、耐えれませんってなるとどうなるかっていうと、こういうふうに反り腰を作って、このお腹の筋肉をできるだけ縮めようとします。そうすると、あなたも実際にやってほしいんですけど、こうなってくると腰が詰まる感じがしてきませんか？はい、そうなんですよ。これが腰痛の原因になってくるわけなんですよね。はい、なので実際に今言ったように立ち仕事をしててきつくなってきて、しゃがんだりとか、座ってあげたりと楽になる方はですね、おそらくこのお腹の筋肉が原因になっているケースがものすごく多いですので、まあ、今からですね、ストレッチ方法をお伝えできればと思いますので、一緒にやっていきましょう。はい、そしたらやっていきたいんですけど、まあ、ベッドの方に行っていただく前に、まずですね、痛い動作を確認してみてください。はい、反らす動作だったりとか、前に倒す、横に倒す、何でもいいです。あなたの痛い動作を見つけてあげてください。はい、で、見つけていただいたら、その感覚っていうのをちょっと覚えておいてください。はい、そしたらですね、この大腰筋というところを伸ばしていこうかなというふうに思うんですけど、まあ、今回はですね、ちょっと見やすくするために左側をやっていきます。もしあなたが右が痛いのであれば右側、左が痛いのであれば左側、真ん中が痛い人はどちらか好きな方を先にやってあげてください。はい、まあ、見やすくするために左側でやっていくんですけど、まずステップ1、膝立ちになります。ステップ1、膝立ちになります。で、次ステップ2、このままですね、
やらない方の足を前に出します。左をやりたい人は右足で、右足をやりたい人は逆足ですね。こっちを出します。はい、ステップ2ですね。でステップ3、両手を腰に当てます。はい、腰に当てます。でステップ4はこっからですね、前を向いた状態でぐーっと体重を前にかけてあげてください。こっからぐーっと体重を前にかけます。はい、でその時にね、意識してほしいのがこのお腹ですね。左側だったらこのおへそからちょっと左側のこのお腹から太ももの前がですね、伸ばされてるイメージ、そして感覚ですねを感じてください。この状態でぐーって倒していきます。その時にここら辺が伸びてる感じがすれば OK です。はい、でこの状態で30秒深呼吸をしていきます。1、2、3っていう形ですね。ただこれだけだとですね、ちょっとまだ緩みきれなかったりとかするので、これをもっとですね緩ませる方法がありますので、まあ、余裕がある方は今からお伝えする方法を一緒にやってください。でやり方はですね、全くさっきとここまでは一緒です。ここまでは一緒なんですけど、次ですね、伸ばしたい方の手を天井に向けてください。左をやりたい場合は左手を天井に向けます。こっからですね、右側に対して体を倒してあげてください。はい、そうするとさらにこのお腹から太ももの前が伸ばされる感じがすると思います。はい、こっちでいくと前から見るとこう伸ばしてたとしたらこういう感じですね。はい、ちょっと後ろ斜めを見るような感じですね。はい、そうするとこの辺が伸びてくると思いますので、その状態をキープしたまま30秒やっていきます。1、2、3、4、5っていう形ですね。はい、でやってあげるとここがですねしっかり伸びてくるんじゃないかなと思います。で終わった方はですね、そのまま立ってもらって、さっきあなたが痛かった動作やってみてください。それで楽になってるってことであれば、このお腹の筋肉が原因でその症状が出てるってことになってきますので、ぜひ今のストレッチっていうのをですね、まあ、30秒5回ぐらいゆっくりですね続けていただければと思います。はい、そしたらですね、今日はこれで終わるんですけども、まあ、こんな感じで痛みに対するヒントやではお届けしてますので、まあ、おそらくこの辺に私の顔マークあると思いますので、今それを押していただいてまた見てください。あるいはですね、慢性腰痛を治すための本こちらありますので、興味がある方はダウンロードしてみてみてください。はい、そしたら今日はこれで終わります。本日もですね、動画をご覧いただき本当にありがとうございました。